皆さんこんにちは。26年ぶりの日本一を果たしたオリックスの主砲吉田正尚外野手、改めてポスティングシステムによるコンオフのメジャー移籍への思いを激白しました。取材に応じ、ハイレベルでずっとやりたいと思っていましたと吐露しました。2年前の契約交渉の席で口にした夢の実現へいよいよ動き出します。そこで今回は吉田正尚選手のメジャー挑戦について、本人の意思や鈴木誠也選手を例に出し活躍できるかどうか、また吉田選手のメジャー挑戦について、ファンの声についてもご紹介していきたいと思います。まずは吉田正尚選手のプロフィールについてご紹介していきたいと思います。名前、吉田正尚。出身地、福井県福井市。生年月日、1993年7月15日。身長、173センチ。体重、85キロ。年俸、4億円。所属、オリックスバッファローズ。6歳から野球を始めると、福井市立麻生津小学校、福井市麻生中学校。在学中はボーイズリーグの鯖江ボーイズに所属していました。敦賀気比高校への進学後、1年の夏に4番打者として第91回全国高等学校野球選手権に出場。1年の秋に福井県大会優勝、北信越大会準優勝を果たし、2年の春には第82回選抜高等学校野球大会出場。2年の夏以降は甲子園球場でも全国大会には出場できませんでしたが、春夏を通じて4試合で打率3割1分3厘、16打数5安打2打点という成績を残しました。青山学院大学への進学後には1年の春季リーグ戦から4番打者に抜擢され、打率3割1分1厘、1本塁打7打点を記録し、指名打者としてベストナインに選ばれています。4年の秋には2部リーグで打率4割5本塁打を記録しましたが、チームの昇格はなりませんでした。在学中には東都リーグの1部で通算72試合に出場し、打率2割7分7厘9本塁打38打点12盗塁という成績を残しました。その後2015年の NPB ドラフト会議でオリックスから1巡目で指名受け、契約金1億円、年俸1500万円という条件で入団しました。怪我などに苦しみますが、2020年には8月に打率4割3分0厘で月間 MVP を受賞するなど、シーズンを通じて高い打率を維持し、1軍公式戦で3年連続の全試合出場を果たすとともに、通算打率3割5分0厘でチームの生え抜き選手としてはイチロー以来20年ぶりに首位打者のタイトルを獲得しました。そして今季は打率4割1分6厘7本塁打23打点の活躍で月間 MVP を受賞し、リーグ連覇に大きく貢献し、日本シリーズ第5戦では5回にチーム第1号となるソロホームランを放つと、同点で迎えた9回にはこの日2本目となるサヨナラツーランホームランを放ちました。シリーズのサヨナラホームランは球団初で、2年連続のサヨナラ打は史上初となりました。このサヨナラ勝ちで対戦成績を2勝2敗1分けの5分に戻すと、続く第6戦第7戦で連勝し、26年ぶりの日本一を達成し、シリーズ優秀選手に選出されました。吉田正尚選手は2020年にはポスティングシステムを通じた MLB への挑戦を検討する可能性があることを示唆しており、球団に対して MLB 挑戦へのビジョンを伝えたことも明かしていました。そして2022年、米メディアクリアソンベースがメジャーリーグに挑戦する可能性が浮上した。オリックスバファローズに所属する吉田正尚選手を言及し、サンディエゴパドレスは同選手の獲得に動くべきだと提案しています。フィラデルフィアフィリーズが吉田選手に関心を示しているとの情報がある中、同メディアはパドレスこそ同選手を確保すべきだと伝えています。その理由について、もし何もなければパドレスは毎年打率3割堅実な守備をすることができる選手を手に入れることになると述べ、続けて、しかしハーパーの魅力は無視できないとし、吉田の憧れの選手であるブライス・ハーパーが在籍のフィリーズは争奪戦の強力なライバルになるとの見解を示した。またシカゴカブスの鈴木誠也外野手を例に出し、怪我に苦しんだとはいえ鈴木の堅実なパフォーマンスは吉田が最初のシーズンで何ができるのかを示した。それはパドレスを非常に楽観的にさせるはずで、
大きな出費が必要だとしても AJ プレラーゼネラルマネジャーにとっては問題にならないだろうと報じています。鈴木誠也選手は4月27日ブレーブス戦の2安打を最後にマルチ安打がパタリと止まり、下降する打率や思うような打撃ができない日々を過ごしていました。故障者リスト入りしたことで立ち止まり、鈴木誠也選手はこのように語っています。現時点では日本と同じような数字は残せない、今のレベルじゃ無理という感じはしている。でも楽しいですよ、これを求めてきているわけなので。失敗することも苦しい思いをすることも分かっていた。やってみないとわからない。失敗しようと思ってきているわけではないですが、違う環境に来れば失敗することはある。それをマイナスとして捉えるのではなく、そこで勉強していけばいい。いくら失敗しても僕は全然いい。そういう挑戦を続けてきた人の方が人間的にも深みが出ると思う。今後の人生にも生きると思う、と冷静なまでに自分自身に突きつけた厳しい現状にも前向きに考えており、苦戦も挫折も覚悟の上で目の前に立ちはだかる新たな試練に奮い立つ闘争心に高揚しています。この堅実なパフォーマンスは米野球界にとって日本の選手を獲得するときに参考になるのでしょう。では次に吉田正尚選手の MLB に対する意思を見ていきましょう。ハイレベルでずっとやりたいと思っていましたと2年前の契約交渉の席で吉田正尚選手は口にしていました。近日中に福良ゼネラルマネージャーと会談を持つ予定で、今の気持ちを正直に話そうと思います、一人で行こうと思っていますと1対1の話し合いで思いを伝えているそうです。オリックスにとっても日本球界にとっても吉田選手は唯一無二の打者、簡単に手放せる存在ではないので、ポスティングシステムは球団の同意が絶対条件になり、自分の思いだけで突き進める道ではないことは百も承知。タイミング巡り合わせとかも必要になってくると思いますので、あと契約上ももちろん行きたいから行けるっていう状況じゃないので、そこでの話し合いっていう形で捉えてもらえればいいと思います、とまずは球団の理解を得ることから始めることを語り、球団の方にも編成もいろいろあると思いますし、年内にいろいろ収まるようにとは考えてます。自分自身の準備もありますし、1月に自主トレの予定も組んでますし、それも含めて早めっていうか、しっかり納得できるというように良い選択ができるようにしたいなと思います、と語っています。またこのポスティングシステムによる米大リーグの希望を表明したとの報道を受け、ファンは吉田選手の挑戦について様々な感想を SNS で発信しているので、ご紹介していきたいと思います。オリックスという球団を強くしてから海外に羽ばたく吉田正尚、やることはやったって感じでかっこいいな。メジャー行った場合、京セラで見る最後の吉田正尚の姿があのホームランって、かっこよすぎるし、考えただけで泣ける。いい条件あるといいね。夢なら叶えてほしいわね。寂しいけど、もし行っていつか帰ってくるのなら、その時はまたオリックスがいいな、など思い入れをつぶやく声があり、その他には吉田正尚レベルの選手が抜けるのは短期で見るとマイナスどころの話ではないけど、長期で見るとプラスの面も絶対出てくるはず。高卒に3年目の外野手の若者たち、チャンスだよ、とチームの活性化を期待する方や、吉田正尚さんの打撃素直に MLB で見てみたい、ただ守備はどうなんだろう、指名打者戦というのはハードル高すぎるし、どんな契約オファーが来るやら、と交渉の行方に気をもむ声もつぶやかれていました。いかがでしたか。今回は吉田正尚選手のメジャー挑戦について、本人の意思や鈴木誠也選手を例に出し、活躍できるかどうか、またファンの声などをご紹介してきました。果たして吉田選手は多士正々のメジャーで力を発揮できるのか、まずは移籍に向けた動向に注目していきたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。